こいつが狼だった。そういう夢だった。あなたの説で言えば、室匠さんを殺します。わかったわ。ただし。はい。明日は安永君を。そのために、春ちゃんにはお願いがある。何？おそらく明日、安永君は再びショックを受けた状態になるはずだ。それを君が必死で慰める。できるだけ避けたいのは、彼に匠さんは実は蛇で、彼から人の証明をもらっていたと発言させること。匠さんは殺されているわけで、彼が本物だということは全員に強い信憑性を持って受け入れられるはずだ。それ以後、蛇を語るのは極めて難しくなる。これはわかる？わかるけど、でもどうするの？正直私、そういうのうまくやれる気がしないんだけど。それは私がやりましょう。要は安永を宴の外で喋らせず、宴でも喋らせなければいいのでしょ？それはそうなんですが、できますか？母ですから、親子の会話を持つことはあまり咎められないでしょう。それに匠さんとは知らない中でもありませんから。それで匠さんが蛇だということを聞き出したら、そうね、肝臓さんが怪しいと言いましょう。自分が調べられるのを恐れて蛇を殺したのだってね。匠さんの正体に肝臓さんが気づく可能性もあるわよね。ええ、そうですね。みんながいるところで見せた奇妙さですから。よね。それで、あなたがそれを口にしたら狙われるから、黙っていてくれと頼みましょう。狼ゆえに知り得たことや、先回りして匠さんが蛇じゃないかということは絶対に避けてくださいね。
あなたが安永君に疑われたら元も子もない。あら、疑われる程度ならいいでしょ。どうせ明日の夜、安永は死ぬんだから。じゃあ、私はいいのね。そうだね、ひとまずは。ちょっと他も確かめてきます。ちょっと。どうやら最初に手をかけた家のみが開くようです。軽い気持ちでノブに触れない方が良さそうだ。なるほど。じゃあもう匠兄を殺すしかないんだ。そういうことだ。では開けます。ねえ、どうやって殺すの？この場にあるものを使おう。念のため聞きますが、やりたい人は、いますか？いいでしょう。僕がやります。
お見事でした。ご立派。いいよ、もういいから。ここまでしなくてもよかったんじゃないかしら。帰りましょう。急ぎをしないと。おやおや、おやおやおや、町のお方は繊細でいらっしゃるな。黄泉の匂いに狼は来やる。みそぎ物意味夢見せよ不死よしの娘。驚くには値しませんぞ。こやつらは皆我と同類、分身のようなものゆえ。
三つの神のうち、一つは、あなたなのか？おう、そうじゃ。そんなところで引っかかっておいでとは、失礼いたした。核のごとく、獣と触れ合う他によるべもない。力なき、寂しき神よ。上がってください。おやおや、おやおやおや。神を招くなど、不用意にも程があられはすまいか？神隠しに遭われても、知りませぬぞ。すみませんが、僕はあなたらのルールはわからないんですよ。ふむ。それもまた道理。町のお方々は、科学とか申す神を信じておられるのであったな。科学は神じゃないですよ。神でございますぞ。ご存知ないとは。ああ。でも、貴様は、何も信じておられるのじゃな。これはこれは、これはこれはこれは、失礼をいたした。こちらから、出ましょうか。それにも及びませぬぞ。その薄汚い装束で、この子供を脅かさねば、貴様は、こちらにおいでにはなれん。敷居は、結界じゃ。神語りは、結界越しになさるがよい。そういうものですか。では、いい。あなたは、何者なんですか。それはもう、答えた問いであろう。神。力なき神。それだけじゃ、わからないんですよ。伝承には、あなたのような存在は、待て、よ。ムジナ。不快な呼び名、なのでしょうか。別に、正しいことじゃ。こうして、神雷明神の印をつけて、畜生どもの頭目として振る舞っておる我にこそ、ふさわしい呼び名であろう。かつては、別の神だったのですね。衝突を恐れずに言うと、伝説や神話は、よそからの拝借だけじゃなく、政治的な要因も強く影響して変遷していくの。古代、神話と政治は強固に結びついていたからこそ、政治のあり方が変わるときは、神話も形を変えなきゃならなかった。集落の合体によって、それぞれが奉じていた神様が結婚したり、戦争で併合された側の神様が、子分や魔物に変えられたり。あるいは、かつて別々だった神様を同じ存在だってことにしたりね。そうやって、力関係の辻褄を合わせたわけ。強力な神や悪魔ほど、異象や変化、化身がたくさんあるのはそのため、忘れられた信仰がいくつもそこに融合されているの。今日残っているのは、そういった事情でねじ曲がって伝えられてきた伝承や神話。だから、多少の矛盾があるのは当然よ。そんなものじゃが、我は我の話などしとうて来たのではない。何を聞きたいと。何故あれほど乱心なさったのじゃ。それはわからないのですか。貴様がこの娘と女に憤懣を持たれたことは分かったが、その色以外はどうにも嫁なんだ。殺すのが嫌なら一撃でやめればよろしかろうし、怠慢を咎めるならば獲物を渡されればよろしかった。危機として大男を切り刻みましたでしょうに。
二人にはね、まともでいてくれないと困るんですよ。ふむ。まともじゃない人間の中では、僕はまともになれない。人間としての芯がない人間なものでね、まともさの定義を入れ替えられると、立ち位置がわからなくなる。自分で立ち位置を変えるのは構わない。他人に強制されると腹が立つ。それだけです。ふむ。芯がない。おかしなことを申される。貴様の芯とは、その、他人に勝手にやられると腹が立つが、すべてではないのか？そうかも、しれません。ならばなぜ、我を恐れるのじゃ。怒りがすべてであるものは、恐れも、敬いもせぬものぞ。僕は、わからないものが、怖い。それはどうも、正確ではないように思えてならぬ。ふむ、ふむ。ふむふむふむ。なるほど。貴様は、恐怖と快楽の区別がついておらぬのじゃな。そして、他人によりそれを御されるのが不快なのじゃ。どうじゃ？当たりか？これで、お合い子じゃな。あなたは、心を読むんですか？宴会芸じゃ。それで、僕の記憶を読みましたね。だから死に戻りについて知っている。おうおう。おうおうおう。バレてしもうた。もう少し、煙に巻いて差し上げたかったものを。つまり、あなたやハルちゃんが死に戻っているわけではない。まあ、そういうご理解でよろしかろう。悔しいことに、我もまた、かの神の手の内で踊る、か弱き者に過ぎぬゆえ。その、黒幕だという神について、教えてもらえませんか？それはできぬ。なぜ？それもこれも、我の弱きがゆえに。教えていただければ、すべてをひっくり返してみせますよ。あなたの意向を取り戻すことだって。出過ぎであられるぞ、町のお方。勘違いを、正して差し上げよう。力なき神とは、人の役に立てぬという。人知れず、災いを起こせぬ、ということにあらず。そして、無力がゆえにこうして、可愛らしく振る舞っておる我という神は、かつて、誰よりも恐れられたものじゃ。我の意向を取り戻される。向こう十里の人里を焼き払い、人皆なくくって、我に恵まれるか。こうして話すは、このつまらぬ夜の無量を慰むため。それ以上の何も、得られはしませぬぞ。少々、今日が覚めてしもうた。夢夢ご承知の上、明くる晩、また、お会いいたしましょうぞ。待ってください。なぜ、わざわざ、僕を訪ねてきてくださったんですか？そうそう。そういう話なら歓迎ですぞ、町のお方。まあ、要するに、この娘が、少々気にしておったのでな。はるちゃんが？あんなに激高して、どうしたんだろう、ふさしさんは。
神内明神の使いとして黄泉という印を憎みながら、貴様という腹からは気遣っておるのじゃ。理解はできずとも、いたわってやればよろしかろう。無力ゆえに、娘も歯がゆく思っておりますぞ。あなたのことを、はるちゃんは知っているのですか？どうであろうな。あなたにことづては、頼めないわけですね。我が力の、か細きがゆえに、さもなくば、いくらでも夢枕に立って差し上げるが。じゃあ、自分で伝えます。ふむ。ではな。あ、もう一つだけ。何じゃ？神様、かわいいですよ。なるほど、なるほど。おっしゃる通り、ひねくれておいでじゃ。